パーリー会議とはパートリーダー会議のことだ。学校によってパーミーだとかパーリー会議などと略されている学校意思決定機関なのである。低音パートはどう？そうだよね、どっちの言ってることもわかるけどね。私はその結果サンフェスに出場しないと先生がおっしゃるようであれば、その時はきちんと抗議しようということでまとまりました。気合を入れていくように。はい。背筋伸ばして、ほらそこライン揃ってないよ。ラスト一本の感じ忘れないでね。来週の本番までもう時間がないから、明日も集中して練習するからね。はい。ホルン全員います。トランペット全員揃ってます。フルートは？何これ、すごいね。立花高校のお箱ですよ。試験も終わりでの練習がいよいよ本格的になってきた。後日行われる。ごめんね。じゃああとよろしく。あ、うん。はい。三。大前さん。何かもたついてませんか？さっきからずっと音を取りこぼしています。ちゃんと集中してください。はい。皆さん、来週全員の前で演奏し、全員の挙手によって合格を決定します。全員で聞いて決定する。これなら異論はないでしょう。いいですね。やっている時間はありません。明日までにできるようになっておいてください。はい。ではその次から。はい。はい、二人は準備はいいので、オーディションの用意を。はい、はい。クミコちゃん、ここです。はい、そこまで。では、158小節目から。テナー、バリトン、UFO。ここ重要です。はい。スネアはロール頭にアクセント。それでは皆さんご唱和ください。あ、さあ会場に私たちの三日月が舞うよ。北宇治高等学校吹奏楽部です。そろそろ本番です。皆さん、会場をあっと言わせる準備はできましたか？症状は誰か持って。私はミオ。京都府大会で金賞を受賞した。代表として関西大会への出場も決まったのだ。あれ。はい、吹奏楽部員以外の女子には汚くなっています。あくまで大きく美しくです。はい。マジなやつ。気にする必要なんてありません。私たちはただいつもと同じように演奏するだけです。はい。先生。はい、田中さん。部長の前に少しだけ。去年の今頃、それが半年足らずでここまで来ることができた。これは紛れもなく滝先生の指導のおかげです。北宇治の音を全国に響かせたい。はい。じゃあ部長、例のやつを。そして私たちが活動できているのも先生や保護者の方々、そして皆さんのおかげです。本当にありがとうございます。行われます。ん？それでは最後の曲です。学園天国。集中してます。うっさい。はい、次13番。何が機関よ。そうだな。明るく楽しく朗らかに。明るく朗らかに。田中さんが今週末までに部活を続けていくことのできる確証が得られなかった場合。そして次の。じゃ頑張ってね。え、
性格変わった？そうですね。各係ごとに集まって当日の行動の確認をしてください。全国に関してみんなにいろいろ迷惑をかけてしまいました。